言葉、書く文章、行動、出している波動、自分自身が作り出したエネルギーの波動、前世から引き継がれたもの、今世からあるもの、やってきたこと、すべて自分自身に返ってくる。周りの人は自分自身を映し出す鏡。人、物、すべてが波動。すべてはエネルギー生命体。自分が出している思考、行動、波動はすべて返ってくる。宇宙の法則の一つ。